なんかこんなんですね、なんかスタッフがいたりオフィスがあったりさ、これでお金かかってて税金が使われてるって思うと本当そこが悩ますね僕は。フランチャイズチャンネル。経産省が FC を進めていないって本当ですか？はい、これもね、たまにあの書き込みとかにあるんですよね。あのフランチャイズなんて経産省が危ないって言ってるのにと、フランチャイズにネガティブ派の人は言うんですよね。正確に言うと経産省がということじゃなくて、まあ、経産省が所轄するあの中小企業庁というところから、まあ、こういう冊子が出てるんですよね。今もホームページからもういくらでもあの PDF が取れるんですけど、まず誤解なきように言っておきますけど、フランチャイズを危ないよと、危険だよ、やっちゃダメだよっていうことが書いてあるわけじゃないんですよ。甘い考えで入っちゃダメだよという、そのそんなフランチャイズに期待しすぎちゃダメだよ的なことは書いてあります。やるのはあなたなんですよと、そこが分かってますかということが書いてあるんですよ。で、確認するべき事項としてこういうのがありますよというのが並んでて、ただどうしても冊子だけ見るとこういうところは気をつけなさいよっていうところに過去のトラブル事例とかも出ちゃってるんで、まあなんとなく本だけ見るとフランチャイズは危険だよと、中小企業庁がフランチャイズはやめといた方がいいよっていうふうに取られるのも分かる。トラブルを防ぐためにフランチャイズ契約を締結する前にぜひ知っておきたい、うん、だから、まあ、僕から見たら、いや締結するんじゃねえかと、うん、その前にこれを知っておけと。なんかね、別にこんなの読んでやっぱやめようって思う人いたらもう全然加盟しなくていいんだけど、なんか、ね、僕が払ってる高い税金の一部が経済産業省に流れてこういうものを作ってるのかって思うと本当になんか、うん、どうなのかなっていうふうに思うよね、うんうん、だから書いてあることはね、まあ当たり前のことですよね、うん、本部からはそのいろんなノウハウとか知恵とかを借りるけど、うん、結局はあなたがやるっていうことを分かっていないとトラブル、うん、こういうトラブルになることもありますよっていうことだからね。なんで中小企業庁がこんなことをやんなきゃいけないのかね、うん、消費者センターがさ、うん、なんかこういうやつは気をつけろみたいな、うん、あるじゃないですか、はい、そういうのに近いようなあのトーンになっちゃってんだよね、うん、書いてあることは当たり前で、ロイヤリティっていうのはこういうことで取られて、うん、あのね、加盟したらね、近所に同じ店舗ができたってね、うん、まあ投資のことでしょうし ねそういうのはね、まあ、あるわけですよね、うんうん、竹村さんも謝んなきゃいけなくなったこととかあるんでしょ。まあね、それはありますよねそれはね、うん、あるけどさ、じゃあ中小企業庁がわざわざこういう冊子を作って説明すべきことだろうっていう、なんかこんなんですね、なんかスタッフがいたりオフィスがあったりさ、これでお金かかってて税金が使われてるって思うと本当そこが悩ますね僕は。そうね、うん、大金、大きな税金を払ってる側としてはね、そうですよ、まあ、あのそもそもだからそういうことで言ったらね、うん、中小企業庁ってのは何なのかっていうところがあるよね。本当だよ ね中小企業だけど一回も関わったことないよねさらに経済産業省とも何も関わりないさ、うん、そういうのあった方がいいのかがまず疑問っすよ僕は、うんうん、それは昔はあった方がいいけど、まあことフランチャイズにおいてはね、やっぱりこれは、うん、あの僕はいらないと思うし、でもね、僕はあのこれについて質問されたら、うん、そういうのがあるんで見たらいいんじゃないですかっていうことは言いますよ。ただ結局ね、契約前にチェックすることってどういうことになるかというと、経営理念をチェックしてくださいと立地や証券をチェックしてくださいと、収益予測を本部のもの、本部が出てるものをこういうところをチェックしてくださいと、契約による制約をチェックしてくださいっていうことなんですよ、一番最後に出てるかな、まあ、そういうことだったら、まあ、あまりほとんどいらないですよね。最後の7ページの4番に、悪質な本部事業者に注意しなさいと、これもありますよね。じゃあどういうふうに注意したらいいかっていうことは書かれてないわけですよ。経営理念をチェックしたり、立地証券をチェック、収益予想をチェック、契約による縛りをチェック、そんなところは本当に悪質な業者だったらちゃんとやってますよ。うん、そういうところをちゃんとやって、本当に悪質だったら騙すわけじゃないですか、というふうに僕は思いますよね。これについてちょっとこういう考え方が必要ですよっていう話を、まあ、僕なりに話をしたいと思いますね。この冊子よりはいいこと言うと思うんで、次回。はい。